見に来てくれてありがとう。歯科技工士のタカポンです。今日はあれだ、なんだ、一時支援金な、一時支援金の話だな、みんな申し込んだか。いや、申し込んでねえ人はとりあえず申し込んだらどうだっていう話だな。いや、自分ダメかもしんねえとか言って申し込まねえ人多分いっぱいいると思うんだけど、俺そうじゃねえと思うんだよな。とりあえず全部の資料を送って向こうの出方待ちの方がよくねえか。もらえるかもしんねえ。自分でもらえねえって決めるよりもらえっかもしんねえの方がよくねえか。そんで自分が送ってる資料は別に間違えてもなく正しいものを送る。とりあえず送ってみてな、向こうがいいか悪いか決めることだからな、それで一時支援金もしもらえたらそれはそれでいいだろな。だからとりあえず申し込むのが先でな、申し込んだ後に考えろ、俺が申し込んだけど思いっきり当てはまったからな、俺は別に問題ね、問題はね、問題って言ったら金がねえっていう問題はあっけどな。で、あと支援金っていうか、あと国でやってる無利子の貸し付け、あと2つあるから、それな6月末までだからな、それも早く申し込んだ方がいいぞ。一時支援金の方はこれこの間動画でやったから知ってる人いっかもしんねえけどな、厚生労働省がやってる無利子の貸し付けっていうのはとりあえず通帳に入れとくようなお金としてな、借りてみたらどうだ。まあそれ生活に困ってる人が申し込むやつだ、まあこれは多分な勤めててももらえるっていうか対応できると思うよ、収入が減少し生活に困窮する方へ、だから事業者向けとかじゃないからな、これはあくまでも生活に困ってる人が対象だからな、コロナで。だから事業やってる人で一時支援金もらってる人は対象だし、普通の技工所に勤めてて給料少ねえなっていう人もこれ対象だからな、で緊急小口っていうのが20万、これは多分な結構早めに送る。これあれだぞ、この国でやってる貸し付けは取引先とかは書くけど、そこまで全部書くっていうほどのあれじゃねえんだよ、とりあえず自分の口座に振り込んでくれよみてえな申し込み書、それが緊急小口資金っていう、それ20万な、あと総合支援金っていう、なんだ、家族がいる人は60万、一人で住んでる人は45万、が借りれるんだよ。まあ45万とか60万とかって一括でもらえるわけじゃねえんだ、
20万の3回と15万の3回、だから個人でやってる人は、あ、法人の複数で住んでる人はいくらだ、一時支援金が 60万だろ、そんで総合が60万だろ、そんで緊急が60万、140万かな、法人の人はね。そんで個人の人はあの一時支援金が30万な、そんで総合が60万だったら45万な、そんで緊急が20万だな、それだといくらだ、110万か。個人でやってて、まあ一人っていうか、あのその辺の歯科技工士勤めてても、あのこっちの貸し付けの方はしてくれっから、なとりあえず、いや、そういう情報って入ってこねえべ、自分であの調べねえと、こういう緊急貸付とかあの一時支援金とかっていうのは出てこねえかんな、だからまあ自分で調べて、今回はあの URL とか載っけとくから、まあそっから入って、一時支援金の方はスマホだけであの全部動くから、スマホであの写真撮ったりな、スマホでなんかしたり、緊急小口と総合はあのプリントアウトして書いて、そういう場所に発送する、そういうことだから、とりあえずはあの申し込んでみろ、だからあれだよな、とりあえず、申し込んでからあの向こうの出方を待った方がいい、そうするとくれっかもしんねえかな、その方がいいぞ、自分で決めねえ方がいい、自分はあれダメだからとか言う人すげえいっぱいいるけど、とりあえず書いてみろ、そういうことだ、ほいじゃあな。